大鳥圭介だよ。あのスカウトマンの顔覚えとってね。金のセブを気づくかもわからない。金のセブっていう。ここでナンバーね。わし、あの、インターネット喫茶ね、あの、26年経験あってね、ぼちぼち億万長になりそうだから、ホストクラブとか、キャバクラとか、クラブとかね、そういうことでも出てるんですよ、いろいろ。それとね、やるからね、今のところまだスカウト、AV 会社もやるからね、タレント発掘とかもやるからね、モデルもやるしね、全てやるけどね、インターネット喫茶もやるけど、インターネット会社もやるけどね、さっきね、そこでね、俺もね、俺が6の時に14の子引っ掛けたんですわ。そうしたらね、その子ね、ステージが3台続いてね、わしも苦労してるから、それでね、もう死ぬような思いしてるし、死ぬような。円形脱毛症、熟語できてね。だから、ああいうこう、なんていうかな、外にこう、おるような、あの貧乏な子は引っ掛けん。それと縁あったら、ブスッと来れたら、なんだするから。だから、なんていうかな、俺昔髪あったんやけどね、スカウトマンの顔覚えとってね、ナンバ変ね。